3年ぶりに開催となります。20年間ぐらい開いてない。何事もやっぱ思い切りが大事なんです。いつもの選手なんですか。なんか北斗の拳に出てきそうな感じ。いやこちらになります。どうぞ。ミシュランです。どうでしょう。全然聞いてないあれがこの南半球ヒゲやね皆さん似顔絵を持ってスタジアムに来てください。お願いします。お願いします。皆さんこんにちは。鹿児島ユナイテッド FC 応援リーダーの田上隆です。感謝。いやー嬉しい企画が帰ってまいりました。2022似顔絵コンテストが3年ぶりに開催となります。8月14日ホームゲーム松本山鹿戦、8月28日の FC 今治戦、この2試合でこの用紙の裏にですね似顔絵を描く欄があります。それをご記入いただいて持ってきていただくとお菓子の詰め合わせが参加賞としてプレゼントでもらえますので、そしてねあこれは素晴らしいっていう選手とか監督みんなに選ばれますと優勝者っていうのが選ばれるんですね。まずは最優秀賞、そして優秀賞、それだけではなく共通部門として監督賞、選手賞、ユナイク賞、田上応援リーダー賞、たくさんの賞を準備しておりますので皆さんぜひスタジアムに持ってきていただければと思います。早速ですね今選手たちが書いてくださってるんですけども、さあ今日書いていただくのは渡辺選手、渡辺英介選手、それからみんな大好きアリタン、はい、有田選手、そして後ろ浜選手、よろしくお願いします。はい、今日の参加者後ろ浜選手、お願いします。そして最後が鹿児島の元気印とも言えるんじゃないでしょうか、薩川選手です。よろしくお願いします。今日はですねこの企画の責任者でもあります吉富さんにも来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。吉富さん、この似顔絵コンテスト、はい、約3年ぶり、そうですね、2019年以来のまた開催となりましたけれども、はい、2019年もたくさんの似顔絵を子どもたち大人も含めて持ってきていただいたんで、今シーズンもたくさん持ってきてほしいなと思って、実はあの鹿児島市内の小学校全生徒にこちらのチラシを配布させていただいております。3年ぶりということで、あの力の入れようも違いますね。そうですね、これをきっかけに初めて見に来てもらう方とか、まあ、選手を描くことで好きになるっていうのもつながるかなと思って。なるほど、はい、ありがとうございます。渡辺選手はこう絵とかは得意なんですか。20年間ぐらい描いてないです。20年間描いてない、ほぼ描いてないですね。それはまだ27歳ですよね。大卒1年目ですから、はい、さあもうちょっと絵は写さないようにしますけれども、有田選手はなんかやっぱりフォワードの選手だなって感じしますよね。まあまあまあ思い切りがいいというか。そうですね、松川選手、内野選手、渡辺選手とかは結構慎重に丁寧に描いてらっしゃいますけれども、一人だけペンで描いてますからね、はい、性格っすよね。何事もやっぱ思い切りが大事なんでね。さあそして後ろ浜選手もねペンを握ってもう聖書に入りましたね。聖書ですね。ちょっと聖書に入りました、はい、いやこれまだ見せませんけど薩川選手のクオリティ半端じゃないですね。ちょっとパズル上げないでください。いやいやうまいっすよ。だいぶうまいっすね。いやもう僕薩川選手の絵は分かりました。誰を描いてるか。後ろ浜選手はなんかチームの選手なんですか。なんか北斗の拳に出てきそうな感じがしますけどねさあそんな中渡辺選手めちゃくちゃうまいっすね。出た出た。いやいやいや、めっちゃうまい。でもこれ、10年ぶりに描いたと思わない。思わないですよ。こんな感じでね、子供さんから大人の方も全然ね、そうですね、OK ですよね。3年前も大人の方も非常に多くでしたよね。3年前僕はあの印象的だったのは白浜選手のね、あの今回のチラシにも載っております、はい、白浜選手のガッツポーズしてる、はい、この絵なんてすごい時間かけて、ね、うん、思いかけて描いたんだろうなっていう。やっぱでもユナイク多いですよね毎年。そうですね、ユナイクと3年前ユナイクとタマさんです。あ、多分ユナイクはマスコットとして描きやすい、僕は髪型的に描きやすいという、はい、感じだったと思うんですけれども、じゃあもうできた人から発表していきましょうかね。有田選手、はい、2022似顔絵コンテストの作品はこちらになります。どうぞ。ミシュランです。口がうまい。練習したから。これは練習してきたってことですね。ウシ君です。ウシ君ですといただきました。いやありがとうございます。いや嬉しいな。めちゃくちゃ可愛いな。僕も可愛い路線というか。さあそれでは後ろ浜選手、どんな思いで描いたかというところも含めてお願いします。渡辺20ワールドカップみたいな。渡辺20めっちゃ似てますね。本当ですか。おい、どうでしょう。全然似てない。なんでやねん。いよすごいんですよ、筋力が。筋肉がすごいんですよ。腕のね、この形と腕、ほら一緒ですから。2022の渡辺、すごいんです、主張が。はい、できました。お、できました。渡辺選手、はい、タイトルとともにお願いします。
僕に髪型を見せてくる純喜くんです。あ、これ渡辺選手のせい。はい、これ実は僕が先にやってるんですけど、髪型純喜くんがなんかちょっと似せてきてる。なるほど、かぶってて困ってますね。これ郷良純喜さんですね。これ吉部さん、3年前みたいに選手が見える場所に貼って投票というかあるんですか？はい、あの夏休みの2試合で持ってきた似顔絵を全部貼って選手から選んでもらって選手賞を出します。そうですね、賞を決めます。あ、できましたね。はい、できた。さあ、サツカワ選手、頼むよ、大鳥内外全力のサツカワ選手、今回も似顔絵全力で描いていただきました。お願いします。タイトルからいかせていただきます。はい、誰が顔の南半球ヒゲやねん。あー、似てる。でも似顔絵奥義ちょっとね、はにかんでる感じのおさつか選手も可愛らしくてね、似てるんじゃないでしょうか。見して見して、こっちを見して。ケンタや、ケンタや、ケンタや、これはもう勝ちましたわ。南半球は南半球、ヒゲだ。これはあの、顔の南半球がヒゲになっているということで、そこまでかーい。本人がいつも言う。本人がいつも言う。本人の決め台詞ですね、これは。なるほど、なるほど。いやー、ありがとうございます。さあ、渡辺選手、今回描いてみていかがでしたか？描いてみて、まあ、特に何も感じてない。なんでやろそれ。まあ懐かしい感じはありましたね。これが渡辺2022なんです。これが渡辺2022。あ、そう、そういうことですね。はい、今のがもうまさにコメントが渡辺です。はい、ありがとうございます。さあ、有田選手、はい、この絵描こうっていうのはこの企画の話をいただいた時から決めてたんで、練習に練習を重ねて今日までの完成度を持ってきました。こういう風に描いてもらってもかっこよく描いてもらっても選手が描いてもらったら嬉しいんで、たくさん描いて応募してくださって、いい絵を見れるの楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。さあ、はい、そして後ろの選手、やっぱりこの選手誰描こうって考えてた時からやっぱワクワクしますし、自分を描かれてるのを見つけた時にすごく嬉しいんです。みんなにも選手選んでもらって、ぜひ皆さんにどんどん見てもらいたいなと思います。ありがとうございます。さあ、そしてサツカワ選手も素晴らしい、はい、僕の中では今日1位でした。ありがとうございます。選手の特徴をしっかり見るので、その選手に対しての愛着が湧くと思うんで、推しの選手を描くでもいいと思いますし、新しい推しを見つけるとか、まあ、いろんな楽しみ方ができるので、ぜひ参加してください。はい、ありがとうございます。皆さん、似顔絵を持ってスタジアムに来てください。僕たちの応援もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。本当はね、書かなくてもよかったはずの出森選手がこうしてね、書かせてくださいって来てくださいましたよ。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。絵心はないです。ないんですか？めっちゃ苦手です。他の人誰描いてました？渡辺選手が五稜選手、有田選手が牛野浜選手、牛野浜選手が渡辺選手、佐塚選手が広瀬選手を描いてましたね。あー、どうしよう、マジ絵心ないな、ほんまに。いや、絵心ない人のタッチじゃないですね、それは。いや、ちょっとこれ振ってるだけですけど。これもうさっきの人たち消しゴムすら使わなかったですからね。こう誰をチョイスするのかっていうのもすごい楽しみですね。過去で言えば応援リーダー田野豊が一番多かったんじゃないかなと思いますけど。あ、そうなんですね。書きやすそうですもんね。ナチュラルに失礼なこと言いましたね。書きやすそうだって。いや、イケメンで特徴あるんで。いやいや、もう今からのフォローは遅いですよ。あ、むずいな。サッカー選手一緒ですよ、出森さん。はい、どれだけこう同じサッカー選手の中でも自分の特徴を出せるかみたいな。そうですね。出森選手の特徴はこう体の柔らかさからくる、ね、柔軟を生かしたセービングとかシュートブロック、ロングフィードじゃないですか。はい、それを絵にも生かしてください。頑張ります。さあ、出森選手、はい、書き終わりましたね。タイトルとともに、じゃあどんな思いで書いたかというところも教えていただけますでしょうか。お願いします。はい、タイトルは我らのボス。ボスといえばやっぱり名将大竹直人監督です。似てる、似てますよね、これ。似てますか。はい、大竹監督。いい感じですか。どんなところをこう意識して特徴として描きました？髪型、髪の毛はちょっと。髪型。はい。一本一本描いて、直人さんのかっこいい短髪をイメージして描きました。なるほど、なるほど、はい。ありがとうございます。皆さんぜひ好きな選手や応援している選手をたくさん似顔絵描いてもらって、お菓子をゲットしてください。出森選手、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。
Thank you.